生活保護を受ける人の数が9ヶ月連続で過去最多を更新し全国で210万人を突破したことが分かりました厚生労働省は3月の生活保護受給者数が前の月よりも1万人以上増え全国で210万8096人になったと発表しました去年7月から9ヶ月連続で過去最多を更新しています 世帯別に見ると、高齢者世帯が全体のおよそ43%、母子世帯がおよそ7%を占める一方、仕事を失った人などを含むその他の世帯が17%を超え、10年前のおよそ7%に比べて大きく増加しています。受給者は雇用情勢の悪化に伴い、さらに増える可能性もあり、雇用対策の強化が求められています。